標高およそ450メートル、美馬市穴吹町の淵明地区。世界農業遺産に認定されている傾斜地の茶畑で、淵明茶の摘み取り作業が行われました。淵明茶は地元住民で作るグループ、ニトハが伝統農業を次世代につなげようと栽培を始めました。標高が高いため、他の地域に比べ少し遅れて収穫が行われます。3年前に世界農業遺産農耕システムっていう傾斜地農法の茶畑に携わるようになって、耕作放棄地っていう荒れた圃場なんですけれども、そこをみんなで力を合わせて毎月草刈りへ行ったりして、やっと今年3年目で新芽を摘むことができます。毎年美味しくて柔らかい茶葉が取れるんですけれども、今年のはもう本当に最高に綺麗な柔らかいお茶となっております。今後このお茶で世界農業遺産の地の PR につなげたいということです。